今日も始まりました。 ST48 ファーストアルバム懐かしい明日、 HMV さんとのチェキ会、やったー、嬉しい。もう何作も連続でねさせていただいているんですけど、まあ、今回はねファーストアルバムということで初めてですね、アルバムでは。ワクワク。もうね、席も取ってサインも書いてもう準備満タンなんですけれども、そうなのよ、今日は朝髪の毛を切ったので髪が短いです。超絶に軽いです。15センチって言ったんですけど、多分めっちゃ切られましたなんか、まあ、鎖骨よりかは下なので大丈夫なんですけど、今日はこれはまずあれです、大人コーデのお洋服なのでね、チェキこの絵でも撮りました。大人コーデです。もう超春って感じなんですけど、こんな感じで行ってきます。こんばんは、ありがとう、ギフトもありがとうございます。カイトさんかわいい、パイの実さん入れた、エイランチさんチュありがとう。ということで本日は、まあ、大人のシノの空派でお送りしておくんですけれども、皆さんありがとうございます。まず申し込んでくださってすごい嬉しかったです。あのなんていうんですか、今まで申し込んでくださってる方もそうなんですけど、あのなんていうんですか、他のメンバーのっていうか自分のファンの方じゃない方とかも申し込んでくださっていて、お名前は見たことあったりとかするんですけど、多分チェキ初めてっていう方が結構いらっしゃって嬉しかったです。あとやっぱりニックネーム登録を忘れている方が、今回は3名でした。3名いました。ちょっとその方はね名字になるんですけれどもね、よろしくお願いします。あと自分の名前が読まれたら返事をねしていただけるととても嬉しいです。ファシちゃんお疲れ、ありがとう。ヒロさん結婚してありがとう。こんばんは。そうだよね、みんな今帰宅途中とかだよね。ありがとうございます。18時っていうこうやっぱりね、お仕事ちょうど終わったぐらいの時間帯だとは思うんですけど、ありがとうございます。それでは早速していきよ、え、やっちゃったちゃった、やっていきたいと思います。まず鍵開けはドゥル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 ドゥン、ヒロさん嬉しい。ヒロさん、カタカナのヒロさん、カタカナのヒロさん、ヒロさんは一人しかいません。ヒロさん、パシちゃんかわいい、ありがとう。ウエチンさんチュありがとう。これがあるから在宅勤務にした、嬉しい、ありがとう。じゃあ呼ぶまで待っててね。ヒロさんは元気になれる言葉、オッケー、元気になれる言葉。そう、今日メールでね、ちょっと SNX ではなくてメールでちょっと受け付けたんですけど、嬉しい、元気になれる言葉でしょ。オッケー、まずはお名前、ヒーローさん、ハート、こんばんは、ありがとう、見てくれてラブレター、ありがとう。どうしようかな、うん、きよ、どうしようかな、やばい。あのね、この前もね思ったんだけど、やっぱねサイン書きながらね喋るの私めっちゃ下手くそかもしれん。どうしよう、あと滑舌がちょっとよろしくないんですけど、あと優しい目で見てください。強制頑張ってます。ちゃんと取らずに頑張ってるので、今回こそは本当にちゃんと最後までやりきるぞっていう気持ちなので、滑舌悪いんですけどよろしくお願いします。パシちゃん、エイさん、キズナさん、チュありがとう。ということでヒロさんはじゃん。どんな時もそばにいる。大好き。ありがとう。じゃーん、浴衣です。今回浴衣はこちら、青い花柄の浴衣となります。
これはね公演終わりにちょっとあのスタッフさんにねあのお願いしてちょっと髪型かわいいのでちょっと公演終わりに撮っていただいてもいいですかって言っていいよって言ってくださって撮ったやつなのでもうバッチバチに決まってます。かわいいね、大好きだよ、ありがとう。これからもうずっと応援してね。なんかもうあまり会えませんがみたいな感じのなんかすごい匂わせてくるんですけど、ダメですよ。なにちょっとソラハがまだアイドルしてるのにあの卒業しようとしてますか。ダメですよ、ちゃんとソラハが卒業するまで見守っててください。ヒロさんかわいい、ありがとう。ヒロシ BKK さんチュ、ありがとう。続きましてはカーズさん、カーズさんか、ひらがなカズさん、ひらがなカズさん、カズさん、あ、でもお仕事中って言ってたかもしれない。あ、いる、嬉しい。ヘルウィーゲさんラブレターありがとう、よかった、カズさんいた、嬉しいぞ。カーズさん、あとカズさんはでも今回私だけなんだよね、申し込んでくださってるのっていう思いを込めて、途中ねいろんな子になんか後輩ちゃんに浮気してたけど今はソラハだけらしいので、私はそのカズさんの言葉を信用します。はい、あ、運転してるの、ありがとう。じゃあ読もうかな。カズさん、ソラハ楽しい、ずっとよろしく、これからもずっとソラハ楽しいでいてください。ダメですよ、あの今回の敵会が私しか申し込んでないからといってまだ私油断していないので、なんかねこう、まあ、後輩ちゃんがね、まあ、一人卒業っていうか辞退っていうかなっちゃって、それで、まあ、ソラハになって、でもまだね、私がよく仲良くさせてもらってる尾崎のセリカさんがもしかしたらなんか行ったりとかしてるみたいな、よくないですからね。シナのソラハ倒しでちょっとよろしくお願いします。運転頑張ってねありがとう、運転中にごめんね、ありがとう。続きましてはアンナちゃん、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 さっきでもコメントしてくれてたよね、なんかアンナちゃん、あ、仕事終わってすぐ見たけど間に合った、間に合ってるよ、もうめちゃくちゃ間に合ってるよ。アンナちゃんありがとう。どうしようかな。じゃあ私から、まあ、お互い思うのということで重いメッセージ書きます。どうしようかな。でも先日も会ってねマジで嬉しかった。久しぶりにさ直接会えて、しかもめっちゃ至近距離で会えて嬉しかった。なんかねちょっとね照れてる姿がね可愛かった。照れてたでしょ、ちょっとアンナちゃんデレデレしてくれて可愛い、好き、重いのが嬉しい。本当にアニメイト楽しかった、こちらこそありがとう、アンナちゃん嬉しい、じゃーん。私の方が重いよ、ほんまに大好き、ずっとよろしく、ずっとよろしく、やん、守りたいこの笑顔。いや強制でなんか歯がテカテカかもしれん。ワンスピースで歯が、じゃん、あ、これ見て、ノースリーブだ、ノースリーブです、これはノースリーブの今日撮ったやつですね。白のノースリーブになんかチュールのヒラヒラのトップスついてるんですけど、ちょっとわかんないですけど、ノースリーブでウィンクです、ウィンク、ずっとよろしく、こちらこそよろしくだよ、ありがとう。ウィンクしてるのマジでねあんまりないのでレアでございます。続きましては、あ、釣り吉さん、
すりきちさんいらっしゃるかな。すりきちさん、すりきちさん、すりきちさん、あ、います。ありがとうございます。ありがとう、いてくれてありがとうございます。よかった、来て、いてくれてて。どうしようかな。はい、つれきちさんナイキッス、ヘルムビーゲさんバラありがとう、嬉しい。つれきちさん会いたいよ。大丈夫ですか、体調の方は大丈夫かな。それこそね、ツアーとかさ、ね、せっかく、ね、山口に行けたからお会いしたかった、お会いしたかった。ちちちちあ、やばい、インクでんかった、こっちで書こう。やばい、今日めっちゃハート書いてるかもしれない。今日いろんな人にいっぱいハート書くかも。つりきちさん、ずっと支えてくれててありがとう。またたくさんお話ししようね。ありがとう、つりきちさん。なんか、あ、つりきちさんに言ったことがある。なんか、知らぬ間にっていうか、この前ふと思った時に、X のプロフィール欄を見たわけですよ。だからなんか、名前が増えてたような気がするんです。私じゃなくて、後輩ちゃんの名前が増えてたような気がするんですよね。なんか何人、5、6人になった気がして、どういうことこれは、ソラハが知らぬ間になんか推しが増えとるってなってびっくりしたので、ちょっとまたお話聞かせてくださいありがとう、つりきちさん。これは大人コーデですね、今日撮ったやつです。大人コーデありがとう。続きましては、おお、本日初、周平さん3枚ありがとう。3枚ということで3パターンですね。3パターンだから、大人ノースリーブか、ノースリーブ、大人コーデ浴衣です。きたー、ありがとう。じゃあチェキ横型とちょっと落書きしたやつ、自分の中で結構落書きしたつもりやけど、多分みんなからしたらその落書きしてないってなるかもしれんけど、ソラハからしたら落書きしたやつやります。周平さん、どうしようかな。周平、周平、1個周平さんにして、1個周平くんとかにする。周平くん、周平くん、もう一個どうしよう。周平、あ、呼び捨てにしようか。一個呼び捨てにしよう。周平、ありがとう。全種類欲しかったから3枚。優しい。嬉しい。周平さんは、あれですね。お決まりのやつですね。いつもやってくれてるやつ。ちゃんと音符まで再現しますね。あ、やばい、書けないかもしれない。音符、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 音符。お、書けた、書けた、書けた、書けました。こんばんは。あ、書いてくれてる、コメント欄にも。優しい、ちゃんと書いたよね。1枚だけに書こうかな。他のやつは違う言葉書きたい、せっかくなら。最近会えてない気がするけども、ちゃん、でもね、返信してくれてるからね。なんか毎日やり取りしてるからだけど、どうしようかな。じゃあ1個はちょっとお出かけに持っていけそうなやつにしよっかな。あ、はい、
かけた。ちょっと浴衣の色と混ざってなんかちょっと悲しいことになってしまったけど、暗くなっちゃったけど、周平さん、さんまりありがとう。幕張行く、来月会えるやん、嬉しい。遠いのに来てくれてありがとうね。待ってるね。周平さん3枚ありがとう。ちょっと待って、まずノースリーブ、そして大人コーデ、そして浴衣、3種類もありがとう。周平さんありがとう。2人きりでデート、これお出かけの時持って行ってほしい。これはもうラブ、これですね、いつもやってくれてる、そうは空花さん、嬉しい。そしてこっちは早く会いたいぞ、話そうね。幕張か、幕張よろしくお願いします。マジで楽しみ、久しぶりに皆さんとお話ができるし、ね、マジで楽しい。しかも今までよりもゆったりと話せるらしいから、もうもうみんなを逃がさないから、私のレーンから私のレーンから皆さん逃がしません。はい、続きましては、アリサちゃん、アリサちゃん、アリサちゃんいるかな、アリサちゃん、アリサちゃん、あ、います、ラブ、のすけさん、チュ、ありがとう。どうしようかな、いっぱいハート書いちゃおう、いっぱいハート書いて、私の愛は重いんだぞっていうのを届けとこう。この前のね、アニメイトさんのねサイン会でもお会いできて、センスよ、服のセンス良すぎてびっくりした。一人だけもう私よりも可愛くてびっくりしちゃったよ、うん、初チェキだったよね確か、初チェキって書いとこう、初チェキラブ、はいね、嬉しすぎるよ、ありがとう。初席宝物、嬉しい。そんなん言ってくれて、可愛い子に言ってもらえても、そらは超絶幸せよね。まださ1年ぐらいか、あ、2年か、え、だからそろそろ2年か、アリサちゃんと出会ってね、自然と優しぎでめっちゃ褒めてくれたの今でも覚えてる。ありがとう、アリサちゃん。これは大人コーデですね。初的ラブ、可愛い、天才、いっぱいハート書きました、ありがとう。たくさんいろんなところ持ち歩いてくださいありがとう、アリサちゃん。お仕事も頑張ってね。服のセンス良くてマジでびっくりしちゃう。お顔も天才、美人。続きましては、あーちゃん、アリサちゃんの次はあーちゃん、あー続き、しかもアンナちゃんもあーだし、女の子あーに集まりがち、かわいすぎ。なになに、私も一昨日15センチ髪の毛切りました、長さも同じくらい、やったね、嬉しい。お揃いってことで、これからもルンルンで、この長さルンルンでいくね。どうしようかな、あ、これイラスト描いてるやつや、イラスト描いてるやつ、あーちゃん、あーちゃん、この前はありがとうね、ツアー嬉しかったです、とても。遅れてきてたの見てたよ私可愛い子がおると思って、可愛い子が遅れてきとると思ったらあーちゃんやった。でもね、1曲目からそれこそおらんくって、え、私あーちゃん今日来るって言ってたよねって思って、え、もしかしてあのポストは私の
何想像っていうだと思ってたから、そう嬉しかった、来てくれた。どうしよう、ソラハシカ、どうしようか、ソラハシカ、シンプルにはなるんですけど、デコレーションしてます。これノースリーブですね。ソラハシカラブ楽しい、にゃんにゃんにゃんって感じです。ありがとう、あーちゃんバレてるよ、嬉しかった。でも赤と緑のペンライトも振ってくれとって嬉しかったしね。いつまでもソラハシありがとう。次いつ会えるかな、待ってるね、楽しみにしてる、ありがとう。続きましては、お、あそじさん2枚ありがとう。今回浴衣結構撮ってるので浴衣入れちゃおう。あそじさん2枚。次に多いのは大人コーデ、大人コーデこれにしちゃおう。歯出てる笑顔と口閉じ笑顔の2パターンしようかな。じゃあ阿蘇寺さんと、阿蘇寺さんと、阿蘇寺どうしようかな、呼び捨てしよう、阿蘇寺くんとかにしようかなと思ってて、呼び捨てにしちゃおう。私がね呼び捨てするなんてほんまにあんまないからね、珍しいかもしれない。ありがとう阿蘇寺さん。どうしよう、この前最善嬉しかった、びっくりした、昼夜公演ありがとね、秒で見つけた嬉しい。どうしよう、公演とかの時に持ってこれるようなやつにしようかな。今日も空葉だけ、阿蘇寺さんおらんかな。でもお仕事が忙しいイメージある。阿蘇寺さんはお話し会とかも合間にすごい来てくださってるというか、夜勤明けとかで来てくださってるイメージがあるから嬉しいよ、いつもありがとう。お仕事、ハート書いて、なんかね私のチェキってほんとデザイン性がなくて、なんかほんとに今回さ、いろんなメンバーさんがシールとかさペンとか使っとって、もうびっくりしとる。そらみんなのセンスすごすぎて、サンキちゃんめっちゃなんかもうプクプクシールみたいな貼っとってびっくりしたよすごかった。そらはデザインセンスないけど愛はめっちゃ込めてる。あそじさん2枚ありがとう。今日もソラハだけ、ずっとラブ。最近ちょっと話してないからなんですけど、2.5 期生まだ押してるのかな、ちょっと、まあ、一緒に公演出てないからあれなんだけど、ちょっとペンライト振ってるとこ見てないんだけど大丈夫ですか、サンキちゃんとかが釣られてませんか。そしてもう1枚が、お仕事忙しいのにいつもありがとう。あそじさん2枚、ありがとう。今日もお仕事かな、頑張ってください、ほんまに頑張ってください。あそじさん、続きましてはキズナさん。キズナさんいらっしゃる、あ、ありがとうございます、いらっしゃった。キズナさんありがとう、嬉しい。これにしよう、浴衣めっちゃ浴衣があるよね、半分ぐらい浴衣で撮ったから浴衣みんな結構当たるかも、浴衣率高いかもしれん今回。みんな絆さんよし、
ね、この前のねアニメイトのサイン会でやっと初めてお顔を拝見したっていうか、ショールームとかではねよく来てくださっていたんですけど、嬉しかった。次、あ、いつ会えるんだっけ、大阪だったっけ、大阪だったっけ、大阪って言ってくださったっけ、え、なんか、え、言ってくださってたっけ。はい、そうだよね、よかった。ソラハン、また何幻覚っていうかかと思った。なあ、嬉しい、また会えるの楽しみにしてる。まあでもね、12月だからね、大阪もまだちょっと時間が半年ぐらいあるからね、その間に他のメンバーに釣られたりしないかが不安だけど、釣られないでね。絆さんありがとう、これからもたくさん会いたいです、大好きだよ、ありがとう。浴衣です、あ、顎ピースしてるわこれ、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ずっと好きでいてね、空のこと。もうダメですよ、もうそのアバターから変えちゃダメですかね、ソラハの剣道アバターから。続きましては、あ、勝也さん、勝也さん勝也さんいらっしゃいますか、こんばんは。勝也さん、この前会った気がする、でも定期的に会いたいってこと、定期的、定期的にもっと会いたい。うおおもろい、ちょっとね、今日はつむじばっか見せちゃうかもしれないんですけど、よろしくお願いします。勝也さん、定期的にもっと会いたい、うわー、ありがとう。でもいつもほんとなんか、うわ、ちょっと待ってよ、なんかサイン会とかですごい来てくださるイメージがあって、これはリアルでは会えないんじゃないかと思ってたら、先日ね会えてイベントでめっちゃ嬉しかったので、もっと定期的に会いたいです。でないと本当にあの寂しい、こういうまたサイン会できるのオンラインできるのになっちゃうから、もっと現地で本物会いたい、待って、ありがとう。続きましては、ゆうやさん3枚、ありがとう。最近ソロハのうちは作った、次の取締まで持っていく、嬉しい、やったもっとソラハのこと好きになれ、チェキさん嬉しい、3枚ありがとう。じゃあ1枚デコレーションしてるやつにして、よいしょ、大人コーデと、どうしようかな、あ、横チェキ縦チェキあるからここにしよう。ありがとう、ゆうやさん、あ、ゆうやさん、あ、おすすめグルメと一緒に撮る用のやつですね、ありがとう。どうしようかな、じゃあこちら1枚目が、呼び捨てで書かせてもろて、2枚目は3で書かせてもろて、で続きましてがくんにしようかな、ゆうやくん、ゆうやくん、ありがとう。ソラハグルメと一緒に撮ります、撮っていっぱいね、本当にいっぱい行ってくれてる、ソラハがインスタグラムで紹介したお店、とか全部行ってる、もうすでに全部行ってるんじゃないかレベルで行ってくれてるので、逆に私の更新が追いつかないレベルでね行ってくださってる、嬉しい。うお、どうしよっかな、
1個がソラハのおすすめグルメ。オッケー、これに書こう、呼び捨てのやつに書いちゃおう。ソラハのおすすめ、いただきます。ソラハのおすすめグルメ、いただきます。もう一枚はどうしようかな。お仕事系にしよう。仕事中断。わい、終わった。まだだよ、まだだよ、全然まだ後半かも。私ちょっと遅いかも私遅いかもしれない。ゆうやさん3枚ありがとう。まずはノースリーブのこちら、さん付けの方ですね。お仕事頑張ってね、ずっと応援してる。これデコレーションしたやつでした。指ハートと大人コーデのゆうや呼び捨て、これがあれです。ご飯行った時に持って行ってほしい。特にソラハのおすすめグルメ、いただきます。食べちゃってください。これは赤と緑のペンライトのお花持ってます。そして浴衣、こちらビッグラブ。もうここの手でもハート作っちゃってるし、ピンクでもビッグラブ書いてる。ありがとう。ちょっと待って、ビッグラブ寂しいからもっとビッグラブ書いとくね。もうちゃん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 、赤い。やっぱりね、ゆうやさんはずっと、もうマジでソラハ推しだから、もうゆうやさんが逆にソラハ推しじゃなくなったらもう悲しいってぐらい一途でいてくれてる。ありがとう。あ、ラブレター、アイレターだ。アイレター、ありがとう。浴衣、浴衣結構あります。めっちゃ逆に取っちゃった浴衣で。続きましてはチカちゃん。チカちゃん久しぶりだ。チカちゃん元気してるか。チカちゃん、チカちゃんもね返信してくれてたよね。見たよ。はーい、久しぶりだ。元気しとるかチカちゃん。あ、愛重め、わかりました。愛重めはもう愛重め重めでいきます。初席だよね、私のこの個別ね。ね、嬉しい。私の愛重めチェック書きますね、待ってね。天才、もういっぱい文字書くね。私の愛重め、でも愛重めって方多くて嬉しかった。はい、あの愛重めはどこで重くするかっていうと、びっくりマークとかハートとかつけんのんよ。つけずにもう丸で終わらす。はい、もうチカちゃんにはもう愛おもおもでいきます。あ、でもちょっとハート書いとこ、なんかちょっと悲しくなっちゃう。初チェキありがとう。チカちゃんありがとう。可愛くて優しくて面白くて天才すぎるチカちゃん、一生大好き。私のことで頭いっぱいにしてね。あのここも全部丸とか点とかで終わってるので、はい、もうチカちゃんこれからもよろしくお願いします。同い年と思えないぐらい美人で可愛くてびっくりする。ありがとう。まだ出会って半年ぐらいだけどね、10枚目シングルからだけど、いっぱいすでに思い出作れてて嬉しい。ありがとう。ノースリーブお揃いになろうな
ありがとう。お出かけの時持ち歩くね。ありがとう。こちらこそありがとう。いっぱい持ち歩いていっぱい空を感じてください。続きましては、おパンスちゃん、3枚ありがとう。どうしよっかな。じゃあ浴衣これにしよう。浴衣立て、大人横にしようかな。大人横にしてノースリーブも縦にしようかな。これにしよう。1枚もうすでに落書き済みのやつにしよう。パスちゃん、あ、いた。パスちゃんありがとう。パスちゃん、パスちゃん、パスちゃんやな。パスちゃんくんとかパスちゃん様とかあれやから、パスちゃん色変えよう。全部パスちゃん変えちゃう。ありがとうパスちゃん、3枚もびっくり。この前久しぶりに会えて嬉しかったよマジで。じゃあイラストに合わせて今日も一日笑顔で頑張ろう。はい。1枚はこれ、こっちはもっと本番はありがとう。よし、どうしよっかな。おはよう系と、オッケー。もしかしてパスちゃん初席でもないか。でもないか。幕張行くのでよろしくお願いします。お、よろしくです。嬉しい。待ってるよ、待ってる待ってる。まずはノースリーブ、もうビッグラブ、拳からビッグラブ登場って感じで。続きましてが大人コーデ、これ見て、これイラスト描いたんですけど、おはようみたいな挨拶みたいになったので太陽描いて、今日も一日笑顔で頑張ろう。これ玄関とかに置いてったりしてください。おはようって感じです。かわいい、自分的めっちゃかわいいイラストで、浴衣がもっとも、もっともっと思い出作ろうね。ラブ、あー落ちちゃった。私もういっぱいつけとこう。ありがとうパスちゃん3枚ね。この前久しぶりにね再会っていうかな、再会できて嬉しかったし、またねお仕事とかでね忙しくなったりとかするかもだけど、そらはんのことしっかり考えて、もっともっと今まで以上にね会えなかった分いっぱい会いに来てください。ありがとうバスちゃん、3枚嬉しい。3枚大事にしてね、よろしく。続きましてはウーフーさん、ウーフーさん、ウーフーさんいる？ウーフーさんは、さあ今回の時期何人購入したんですか？今日最終日なんですけれども、もしかして私だけ？違いますよね。違いますよね。パシちゃんありがとう、ありがとう。いない？ウーフーさん、もしかしてお仕事中かもしれない。この前の公演もありがとね、めっちゃちゃんと見えてました。っていうのを今コメント、何これ、コメントっていうかな、チェキに書いたのでちょっと読まさせていただきますね。
ウーフーさんはいろんなメンバーさんのことがね好きな方なんですけども、まあ、その中でもソラハもことずっと応援してくださってる方です。カイトさんラブレター、アスパラさんラブレターありがとう。浴衣です、ペンライト見えてる、ソラハのもソラハじゃないのもこれからもよろしくって方で、あれあそこに赤と緑振ってるウーフーさんいたよなと思ったら違うメンバーのカラーのペンライトを持ってるウーフーさんを見つけたりとか結構するんですけれども、あの今回の7周年ツアーとかでも嬉しいです。あのずっとソラハのこと好きでいてくれてるの見てますからね、ちゃんと見てますから私。あのあ理想来るかなって思った時に違うメンバーの振ってる月結構あるので、はい、これからも赤と緑よろしくお願いします。アンナちゃん指ハートありがとう。続きましてはのすけさーん、のすけさーん、のすけさん、のすけさん、なんかいつも映画を紹介してくださってるイメージなので映画系行こう。どうしようかな。ハート書いとこ。はい。のすけさん、これはよく映画見に行ったりとか、お家でもね見てらっしゃると思うんですけど、そういう時にねいっぱいおすすめしてくださるホストを見るので、映画デートしようね。浴衣です。映画館行った時とかこれ一緒に持って今日はこんな映画見たよって感想をつぶやいてください。でも結構ねのすけさんってなんか日本の映画じゃなくてね、なんていうの、外国の映画、洋画が多い気がする。私逆に邦画のね、あの恋愛映画しか見ないから真逆なんだけど、恋愛映画ねめっちゃ素敵やからキュンキュンしておすすめだよ。一生おすすめしてるけど。幕張で会いましょう。会おうね。またいっぱいお話ししようね。ありがとう。続けましては、おカイトさん3枚嬉しい。カイトさんこの前のペンライトありがとうね。見てたよ、4本振ってくれてた。浴衣と大人コーデとノースリーブ、おイラスト付きにしちゃおう。これにしよう、歯出してるやつ。あん、ハヤトさんいらっしゃるかな、お仕事中かな。でもみんなね大体お仕事中とかね、それこそこそっと見てくださったりとかさの方がいるからあれだけど、これがハヤトさん、カイトさんに一つ疑問があります。今配信見られてないからなんだけど、この前のお見送り2公演とも私を見失ってませんでしたか。私カイトさんって呼んだのに全然カイトさんと目が合わなかったんです。なんでですか、なんでですか、悲しいよ。あ、間違えちゃった、もう修復不可能になっちゃった。これはカイト、でもう一個はどうしようかな、カイトくんにしよう。今ね配信が多分見られてないからね、あれなんだけど、ちょっと一つ疑問があるのでまたお話し会で聞かせてください。これはお仕事頑張ってねにしよう。お仕事している。ハートハート、こんばんは。もうやばい、もう私手動いたら口止まる、どうしよう。ソラハのことだけを
後輩ちゃんとかにもね知らぬ間に気づいたら釣られてたから、もうダメでダメですよ。広島の霊は最高なんじゃないでしょうか。ピピピがおるからピピピと空は同じ霊やから絶対に最高やん。今日の空葉が一番かわいい。もう圧ですね、これは圧なチェキ。最近ちょっと空が知らんところで浮気しとる方多いからいっぱいもう釘刺すとかんと。ありがとう。まずノースリーブ、これちょっとデコってたやつです。赤と緑でも空葉、今日も空葉が一番可愛いって書いてるので、公演の時とかイベントの時とかはもう絶対にこれを持ってきてください。はい、よろしくお願いします。そしてもう一枚が、大人コーデですね。空葉のことだけをずっと見てて、もう2枚とも圧ですね。ちょっとなんか浮気しそうっていうか、もうしてるので危ないです。そして、浴衣ですね。お仕事頑張ってね、応援してる。お仕事中かな、お仕事頑張ってね。見とるやないかい。コメントしてた？してないやないの。あれなんかにね、打てれんのかね、コメント。ダメだよ、浮気した。そら結構悲しんでるんだから、本人に言わないだけで。みんなそらを悲しませちゃダメだよ。ありがとう。続けましてはリオちゃん。リオちゃん、よし。リオちゃんも初席？リオちゃんいるかな。リオちゃん、そう、初だよね。初席、初席って書いとこう。初席、これも圧な時期ですね。なんか最近 2.5 期生、まあ最近じゃないけど 2.5 期生のことがね好きらしいから、パフォーマンス、そらも負けないようにパフォーマンス頑張るから、目離さずずっと見てて。はい、私の初チェキですね。リオちゃん初チェキ、ソラハしか、ソラハだけ、マジで大好き。プレゼントのセンスが神なリオちゃん、ありがとう。わらじゃないんよ、わらじゃないんだよダメだよ、ダメだよ、ソラハだけだからね。ソラもちょっと頑張りますから、パフォーマンス見ててください。ありがとう。続きましては、ダルさん。お、ダルさん、お久しぶりじゃないですか。ダルさん、リオちゃん会えれた、ありがとう。ダルさん元気してるのかな。よいしょ。メッセージ書こう。またまだ直接でお会いしたことないんだよな、多分。めっちゃびっくりマーク書いとこ。ありがとう。ちょっと空葉推しの方ではないんですけどね、すごくお世話になっている方です。アンナちゃん会えれた、ありがとう。だからちょっと空葉のことをもっと好きになってほしいので、たくさんハートを書いていきたいと思います。愛重めで、重め重めでいっちゃいます。ダルさんありがとう。またお会いしたい、いつか直接でもライブだよ。
どうかな。この前のお話しした時はすごいお仕事が楽しくて、最近ちょっとそういうあのこうアイドル応援できてないって、だからお話し会全然参加できてないんだよねみたいなお話をしたんですけど、どうだかな、お仕事楽しいかな。でもお仕事が順調なことはねすごく素敵なことだからね、あれなんだけど、でもそらは会えなくなるの寂しいから待ってます、よろしくお願いします。続きましては、あきもさん、あきもさん、あきもさんありがとう、はーい、ありがとう。あきもさんはいつの間にかそらは推しじゃなくなってたこれ一生一生言い続けるよ多分。悲しい、もっと来てよ、この前のアニメイト来てくれてて嬉しかったけどに、ね、来てよ、もっと来てよ。ね、週に2度もサインもらえて嬉しい、だって嬉しい、逆にね、この前はね直接だったしね、なんか AKB さんのね握手会の時思い出したよね、その当時からねいてくださるから嬉しい。私のまあでもね、私のことをまだ他のメンバーのことを好きになってもちゃんとソラハのことをまだ好きでいてくださるからよしとしましょう。愛が欲しいソラパセシカ、これパセからもらったお花です。あの成人おめでとうでもらったお花束なので、もう実質このチェキソラパセ、ありがとう。あきもさん、いっぱいいろんなところに連れて行ってください。もっともっとソラハの愛も増やしていってください。またいっぱいツーショットとか撮ろうね。続きましてはニッシーさん、ニッシーさん、前回横チェキでしたよね確か。こんばんは、ニッシーさん、ニッシーさん前回初チェキって書いた、てかずっとあのチェキを持ってくださってるのが嬉しすぎるマジで。大阪のリリーベに会いましょう、そうやね、え1週間後とかか、キャー最高、握手も待ってるよ。圧のチェキでいきます。ソラハがこれもう呪文ですね、もう唱えてる、最後の一文は、ちなみに最後の一文はあの私からニッシーさんへって感じなので、まあ、それまでその前上の2行は、まあ、ニッシーさんが思っていることなんですけど、最後の一行は私からですね。ニッシーさん、ソラハが一番、ソラハだけ、ソラハしかで、私からは大好きだよです。あ、ウィンクだ、ありがとう、ニッシーさん。ちょっとね、なんか X のおすすめで流れてきたんですけれども、まあまあ知ってる、まあ、推しメンの二方の先にね 見たんですけど、まあ、まあ最後がね大本命ということでよろしくお願いします。大本命シナノソラハ、いつも塩パン美味しそう、いつものセット。メタボさん、ペンライトラブレターありがとう。そうだよ、愛の圧、圧圧圧圧よろしくお願いします。レトリバーさん、チュありがとう。続きますか、昔からおじんさん、初チェキもしかして、昔
よくお会いしてる、ツアー来てくれててめっちゃ嬉しい、ほんまに見つけてるよ。昔からおじいさんありがとう、認知嬉しい、だって認知嬉しい、もちろんのこと。みっちゅみっちゅのちゅにしました、これ珍しいです。みっちゅありがとう、昔からおじいさん、あのアバターが緑のイメージすごい強かったので緑の名前書かせていただきました。ファシちゃん会えれた、ありがとう、また待ってます、ずっとSTのことも好きで言ってください。昔からおじさんチュありがとう。続きましてはひさぽんさん、ひさぽんちゃん、ひさぽんちゃん、ひさぽんちゃんは紫のイメージがある。サポンちゃんいるかな、最近会えてないよ、悲しい、どうしようかな。ひそぽんちゃんのあの思いを私が勝手に代弁読み取って書きますね。はい、もうひさぽんちゃんは私だけです、多分違いますが、違いますが、サラハが一番だよ、かっこ熱。こっち好き顔じゃない顔の方なんだけどね、私こっちが好きなの、左が好きで右はあんまりなんですけど、右側で撮ってるんですけど、かわいいです。多分ありがとう、ひさぽんちゃん、また待ってる。岡山、もしかして岡山じゃない、岡山の7周年ツアーで会える、待ってるね、楽しみにしてる。あ、ちなみにこれあずささんからもらったネックレスです、20歳の時。続きましてはヘルムビーゲさん、ヘルムビーゲさんありがとう。続きまして、あ、ヘルムビーゲさん、それこそ書いてくださってた、何だったっけ、あ、お仕事頑張ってね、頑張ってね、 OK です。います、ありがとう。今そちらは何時ですか、私たち日本はあれなんだけど、あれガッツポーズなかったっけな、ガッツポーズじゃないけどアメリカだったっけ、どこだっけ、オーストラリアだっけ、何時ですか、朝？朝3時？え？夜中やん！ちょっと待って、え？私がいつも寝る時間、それもおかしいけど、え？ 3 時？うそー、減る、ビーゲさん、え、絶対にでもいい、アメリカに住んだよね、そうだよね、うん、わー、もうお仕事あるのに、お仕事え、今日何時に起きるの、今日何時に起きるの、この後何時からお仕事なの、もしかして7時に起きるとか、いやー、そんなもん寝ないとだよ、今すぐに寝ないといけない時間だよ。そうだよ、やばいよ。ヘルムウィーゲさん、お仕事頑張ってね、チェキ頑張ってください。来週から、あ、来週からお仕事って書いてたポストに、お仕事頑張ってね、ずっと応援してます、
大変かもしれないけど、アメリカと何日本はやっぱなんか地図上で見たら遠いけど、心の距離はマジでもうゼロ距離っていうか、もうこうでこうなので、頑張ってください。応援してます、ありがとう。続きましては、もぐもぐさん、もぐもぐしてる写真ないかな。さすがに、ね、食べてるやつないな、どうしようかな。あと、もぐもぐしてそうな口みたいな、ないねなかったです。ノースリーブにしちゃおう。もぐもぐさんいらっしゃるかな。なんかお仕事中かもしれない。会いたいです。もうなんかみんなに会いたい会いたい言うと、ほんまにさ、何喋ることがないんかって言われるかもしれないんですけど、じゃなくて、あのやっぱ今1対1で会える機会が本当にないんですよ。まあ来月から始まるんですけど、でもそれに来てくださるかもまだ分からんし、みんなサプライズ登場みたいなのになるから、だからいつみんなに会えるか分かんないから、もう会いたい会いたいって言ってるんですけど、ずっと好きでいてくれてありがとう。私も大好きだよ、本当に初期の頃からずっと好きでいてくれてありがとう。これはラブです。もぐもぐ、今ちょうどお腹空いたから、マジでお腹空いた。でもこの後スタッフさんが買ってきてくださったあのお菓子を食べます。終わったらタケノコの里、私がリクエストした、何がいいって聞いてくださったの、タケノコの里って言ったので、終わったら強制カパーって取っても食べます。食べちゃうよ一回。浩平さん、お2枚、ありがとう。これ浴衣と、あ、大人コーデあんまり出てないな、今。大人コーデにしよっかな。大人コーデ、ハート作っとるから、あ、これいいんじゃない？あ、横がいいな、せっかくなら。と思ったけど、あ、あるやん。これにしよう。浩平さん、ありがとう。浩平さんと浩平にしよう。こう、うわ失敗した、やらかした。浴衣だったからまだいいよ。あ、こんにちは。こうえいさんいるかな、いないかな。浩平さんはもういろんなところに来てくださって、よく いっぱい歩いてます。浩平さんに負けずと私もいっぱい歩こうと思うんですけど、日じゃないぐらい歩かれてて、結構旅行とか多分するのがすごい好きで、いつも美味しそうなものを食べてるから、美味しそうなものを食べてるから、その時に私を一緒に食べさせてほしい。何しようかな。いただきますにしようかな。いただきます。頑張ってフォーク書こう。フォークとスプーン、はい。あ、こっちどうしようかな。こっちは横チキはシンプルに。お仕事中かな。そらはままだまだ卒業しないので、ずっといてください。浩平さん、2枚だった、2枚、ありがとう。まずは横チキの、大人コーデと、これはチュッです、と浴衣の縦浴衣です。これ絶対にあの
美味しいご飯も食べるときに持って行ってください。いつも美味しそうなご飯食べてて羨ましい。飯タロバックされてるので、このチェキソラハちゃんと一緒に行ってソラハも食べさせてください。ご飯ありがとう。コウヘイさんありがとう。嬉しい。また会えるかな。岡山とか徳島会えるかな。いっぱい来てくれてる。続きましては、よいさん。よいさん、浩平さんの代わりに私が聞いてます。 ありがとう。じゃあ浩平さんに伝えてください。ありがとう山田太郎さん。よいさんいますか。どうしよう。あ、浴衣。よいさん嬉しい。私の初席じゃないこれは。もしかしてだけど、もしかしてだけど、どうしよう。よいさんいらっしゃらんか。でもよいさんは私のことを密かに応援してくださっている方なんですけど、はずじゃない。あ、本当だわ。なんかそういうなんか内緒でみたいな話したよね。した気がする。推しメンには内緒にしてください的な、言わないでください的な話した気がする。違う。ありがとう。あのもうちょっとだね。あと2週間後ぐらいにあのいい歯の日を、あの歯の日のツイートするのでよろしくお願いします。よいさん、どうしようかな。はい、これにしよう。シーってシーシー、なんでシーにせんといけんのんよ。今は STU は私やきやん。あ、じゃあ、 歯の歯ってどうやって書くんだろう。わかんない。歯書いた初めて歯の時期書いたよ。じゃーん、歯書いたよ。もうずっと前にバレてるので OK で、あ、バレてたんだ。ありがとう。これからもずっとよろしくお願いします。そしていつ会えますか。直接また会いたいんですけど、よろしくお願いします。よいさんありがとう。ちゃんと黄色にした。みなみしゃ最後に推しの名前を言う最悪の人です。続きましてはやすべーさん。やすべーさん、さあ何人の方は購入したんでしょうか。今回のアルバム、もう今日も呼ばれてるのかな、もしかしたら。もしかしてもういっぱいだって今日最終日だから40人近くメンバーいるから、もういっぱい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 聞いたんじゃない。あとしよう。スベイさんといえばな、アバターが赤だから赤で描きたいけどね、赤ってあんま良くないからオレンジしよう。いないか。やすべさんいらっしゃらんかな。悔しい。あの有名なやすべーさん、あの有名なやすべーさんですよ。もうどのルームでも絶対に出ているであろう。はい。お金がないので今回のやすべー選抜16人に絞った。ちょっと待て。16人でも相当だと思いますよ。嬉しい。多分16人の中に入っているのは嬉しい。でも今回ってアルバムだから1枚あたりがお高い気がするんですよ。この1枚あたりがまたちょっと怒られますよ家族に本当にダメですよ。はい、ということでやすべーさん公演待ってるね。ずっと好きでいてくれてほんまにありがとう。1番
この前も公演ありがとう。あのね、一つ言っとくとね、あのいつもさ、あのメンバーのさマスクをつけてくれてるじゃないですか、体に。でここって指さしてくれたところがソラハじゃなかった。ソラハその下だった。あの上を押さえてたんだけど、上ソラハじゃなくて違うメンバーのやつだったから、あっってなったけど、でも久しぶりに会えたから安井さんに嬉しくて、そう突っ込めなかったけど、違うメンバーのマスクに指さしてたよ。私その下だった多分。ありがとう、いっぱいいじらしてもらった、ごめんね、ありがとう。ありがとうございます。でもすごい、16人もありがとう。逆にその絞った中にもいて嬉しい。続きましては、水ティーさん、水ティーさん、水ティーさん、私からの愛をプレゼントだ。水ティーさんはなんか紫のイメージがあります。なんでかっていうと、多分あれですね、推しグループカラーですね。ちょっとハート、水ティーさん、あ、ねえ久しぶりです、どうもです、水ティーさん、あ間違えちゃった、水ティーさん、いつも、あ、どうしようかな、いつもかわいいポーズ、はい、イズティーさんありがとう。あ、なになになに、乃木から。そうですよ、乃木カラーです、乃木カラー、乃木カラー、乃木坂さんね、嬉しい。でもあ、だ紫だけ入れてたらなんかうわー悔しいってなるから、ちょっとあ水色もいっぱい入れとこう、ハートで、ハート、ありがとう、ミズティさん、いつも可愛いポーズありがとう、楽しい。また話そうね。いや大丈夫です、あのこれ振りとかじゃなくて、本当にもうポーズの、私たちでも生写真撮影の時ポーズのレパートリーがなくてやばいやばいってなってるので、こう話し会の時に、ね、毎回ね始まるたびにポーズしてくださるんですけど、このホッピハートをプレゼントします。ルダハート、ルダハートプレゼントする、覚えてたら次の話し会でしてね。ありがとう、ウィズティンさん、いつもたわいのない話しすぎてさ、ほんまにマジでたわいのない話ばっかしてる。続きましては、お、Aランチさん3枚、 Aランチさん3枚、ありがとう。横チェキと、よかった、大人コーデ、イデさんハートありがとう。縦チェキにしようかな、でノースリーブ、はーい、 Aランチさん、 Aランチさん、今回のアルバムの席は誰を購入したんですか？ 2.5 期いっぱいですか？もう私以外にもいっぱいいるんですか？どうなんですかね、今日最終日なんですけども、どうしようかな。Aランチさんハートありがとう。今日は Aランチ、あばあば、あ、あ、これは好きなメンバー全員購入してるパティーンですね、もしかして。今日はエランチさん、ハートじゃごまかせませんか？ごまかせませんね、シナのソラハの目は。何人購入したんですか、もしかして。いや2人は確定なんですよね多分。よくグッズ最近買ってる方、2人は確定なんですけど、さあどうなんでしょうか。
呼びして、こんばんは、ありがとう。どうしよっかな。浮気ダメ、絶対浮気ダメ絶対って書きました。でもいっぱいいろんなとこにね行ってくださってるから、一緒にお出かけ楽しいよ。楽しみにしてるね、ありがとう。これは大人コーデの一緒にお出かけしよう。いっぱいそらはのそれこそグルメ行ってくださってるから、これと一緒にグルメ撮ってください。そしてノースリーブ、今日はエランチさんラブ、これはいっぱいなんかハートの天使が飛んでる風にしましたラブ。そしてこれです。呼び捨てにしてる、あの浴衣の横的なんですけど、浮気ダメ絶対らしいので、浮気はダメですよ。まあ A ランチさんも浮気してないと思うんですけど、他のルームで名前呼ばれたりとか、あのお話し会他の子の連行ったりとかないと思うんですけど、はい、浮気ダメだよっていうのを伝えてきますありがとう。さあどうなんでしょうか。博士のななちゃんありがとう、ラブレター、もびさんハートありがとう。はい、素敵です、笑とりやないか続きましては増田さん、増田ひなしさん、あ、これ待って、あれじゃないですか、もうフルで本名で、これはフル本名じゃないですか。めっちゃ詰められてて、詰めてないですよ、全然優しいです。シナのそらはちゃんも優しいですよ。甘々でお願い。どうしよっかな、どうしよっかな、振りかな。マスダ、空橋か。あ、そんなこと言っていいんですね。もう私は熱々の熱でやりました、熱々の熱にしましたよ。私の父増田さん、ひろし BKK さん、増田ひろしさん、いくよ。ソラハのこともっと好きになって、お願いね、お願い。しかもこれびっくりマークつけてませんか、この名前なので、はい、ヒロシ BKK さん、あれですよね、ソラハ STU 今誰応援してるんだろうと思ったら、ちょっとペンライトカラーもそうですし、 X のプロフィール欄がちょっと一期生さんの先輩になってたじゃないですか、びっくりしたまたでもソラのこともよろしくお願いします。好きでいてくださいね。キロンキロン、あまあまでした。続きましてはバイノミさん、バイノミさん、バイノミさんいらっしゃ、あ、バイノミさんも書いてくれたね、あ、バイノミさん、バイノミさんといえばなんかやっぱバイノミということで緑で名前書こう。お仕事中
かな。あ、オッケー。パイの実さん曰くチェキはそのお尻のなんか通知簿、何成績表的なやつだと思っているって言ってたので、あの今回は厳しくさせていただきたいと思います。あの最近は、まあ、いろんなねハッシュタグそら通信メールの返信タグをつけてご飯とか紹介してくださるんですけど、なんか見たことがない名前のタグがいっぱい増えてて、えってなったので、浮気はいけないよ、そらはだけだよ、そらしか見ちゃダメ。多分 SKE さんとかかな、わかんないんですけど、あれみたいな、そらが知らぬ間にそらの知らない方のタグがついてるってことで、逮捕です。よかったですね、ポリスのコスプレじゃなくて。危ないです。ギョッポムくん、ハートありがとう、気をつけてください。続きましては、村上さん、村上さん、やっとです。ずっと待ってくれてたよね、村上さん。あ、いた、村上さん。嬉しい、わざわざねこの席替えのためにお休みしてくれて、おうち仕事かにしてくれてありがとう。村上さんハートたくさんありがとう。いっぱいハートありがとうね、しっかりと受け取ってます。最近は浮気してませんか？なんか一時期さちょっとなんか怪しかったような気がするんですけど、最近は大丈夫ですか？今回のチェキは私だけ？村上さん、ずっとずっと一緒だよ、ほんまに大好き。ずっと一緒だよってことで手が差し伸べてあるので、この手を離さないでください。絶対に他の子行っちゃダメだよ、ソラハだけです。え、W がついてる、どっち、本当？本当にソラだけ？他の子のとこで呼ばれてない？多分。あー違うじゃん、早いよ、違うんじゃん、ソラハも以外にも行ってるってことじゃん、それ多分って早いし、そしてあー悲しいな、シナのソラハちゃん以外の敵も届くってことか、お家に。じゃあソラハ以外の女の子の席をお家に上がらせるってことだよね。かなって、まあでもね、もう昔からの仲だから、まあ、いじられありがとう。でも一番でもそうやって言ってくれて嬉しい、ずっと一番で居続けられるように頑張ります。続きましてはみかんハートさん、みかんハートさん、みかんハートさん、お名前にハートあるからハートしてるやつがいいな、なんかあるよ、いっぱい、私ハートいっぱいした、これにしましょう。みかんハートさんってことでやっぱオレンジかな、みかんハートさん、みかんハートさん、
もっと時間ハートさんもカメコでね最近よく入ってくださっているんですけども、まあね、メッセージもにも書いた通りね、あのソラハのね写真ね素敵な写真撮ってくださってるんですけれども、他のメンバーのが多い気がするなって感じで、素敵な写真ありがとう。もっとソラハのこと見てね見てね。他のメンバーにもプレゼント送ってんの悲しい。ソラハだけかと思って喜んでたのに、他のメンバーにもプレゼント送ってるっての知って、はにゃなんだとってなりましたよ。よろしくお願いします続きましてはペンギンさん。ペンギンさん、ペンギンさん、あ、水色にしよう。なんかペンギンといえば水色って感じがするので、水色。ペンギンさんいらっしゃるかな。いないかな。カエさんチュありがとう。ペンギンさんとは多分お会いしたことがないんですよ。いや待てよ、あるような気がするっていう話をして、あるだような気がする。でも全然会えてない。もっと会いたい。もっと会いたいです。アンナちゃん会えれた、ありがとう。ちょっと見てくれてる、嬉しい。じゃん、なんかお花、なんか水色のなんか朝顔じゃなくてアジサイじゃなくて、なんか水色のお花持ってるやつです。ペンギンさんありがとう。もっと会いたいペンギン。僕はペンギンですって、あのお話し会とかで言ってくださるの待ってる。僕はペンギンだよ、いつもいつもお世話、いつも配信見てるペンギンだよって待ってるね。続きましてはポンポンパンタさん。パンタさん、ポンタさん、いるかな。ポンポンポンタさん、嬉しい。あ、寝てる、いるじゃん、嬉しい。ちゃんと購入してくださってるの嬉しいんだけど。ツンデレさんです。ツンデレさん、もっと出れ見たことないかもしれん、あんまり。もう出れ出れ出れ確かに、いや出れを見たことあるかって言われたら、いやあまり見たことないですっていう感じなので、私からのコメント、ツンデレさんもっと出れください。もっと出れてるとこ見たいです。誰に、他の多分他の推しメンのお二方には多分出れてたんだろうね。私にはマジで出れてくれない。ずっとなんかツンツンしてる。なんで？それは、あの漫画とかの恋愛漫画とかの世界はなんかツンツンしてるあのキャラクター好きになるけど、あのリアルだと嫌だ。もっと優しい人がいい、そらだから優しくなって、もっとデレデレがいい。もうそらはちゃん大好きだよってぐらいデレデレになってください。ありがとう。あ、やばいと、あ、やばいやばい、ありがとう。ファシちゃん、ビビハート、ありがとう。続きましては、お、
斉藤さん、え、斉藤さんとはあの斉藤さんですか。斉藤だぞ。あぜありがとう。斉藤さんいらっしゃらないかな。どうしようかな。あ、これにしよう。こういう気合い。帝国さんハートありがとう。斉藤さんいらっしゃらんかもしれんね。悲しいけど嬉しい。申し込んでくださってるのが私の知ってる斉藤さんだったらよりありがたいですね。久しぶりって感じですけど。よし、ありがとうございます。ハート書いとこ。なんか色が。斉藤さんありがとうございます。また会いたい、ね、やっぱり、ね、推しメンがどんどん卒業していったらね、やっぱ、ね、アイドル応援もね卒業しようかなってなるかもしれないんですけど、すごく寂しいからまた待ってます。いつでも帰ってきてくださいありがとう。続きましては、伊博さん、初チェキやない。伊博さん、伊博さんいらっしゃるかな。もしかしたらいけないかもって、あの初チェキなのにいけないかもっていうねコメントっていうか、あのポストしてくださってたんやけど、伊博さんいらっしゃらへんかな。めっちゃリネの声が聞こえる。かわいい。よし、もうめっちゃやばいやばい、なんかすごいめっちゃめっちゃ文って感じのことを書きました。あの今日白バッグがめちゃくちゃあったので、最近話せてない話せてないからこそこうチェキでいっぱい伝えます。203ありがとう。そらはのこと応援してくれてありがとう。もっと知りたい、好きになってほしい、ずっとずっとよろしく。ありがとう203。これはハートですね。よろしくお願いします。あの、まあ、推しメンからね、そらはさんどうですかみたいに言ってくださったと思うんですけど、もっともっと知ってほしい、そらのことありがとう。アンナちゃん、アイレターありがとう。続きましては、モービさん。モービさん。モービさん、でも今いらっしゃってくださってましたよね。いらしてくださってたから。近めにしよっかな。もう今、いなくなっちゃったかな。
ノースリーブにしよう、ノースリーブ。ノースリーブ。寝かけてた？おはよう。起きて。帝国さん、食べれた、ありがとう。マチック食べれました。すいません、もういっぱいいっぱいいっぱい、もういっぱいかけすぎて時間がたくさんかかってしまっていて申し訳ないんですけれど、最近会えてなくて寂しいけどコメント嬉しい、また待ってる、ありがとう、ね、会える機会が減るかもって言われてね、まあ、公演とかツアーとかね、来てくださってるけどやっぱ1対1っていう機会があんまないからこそちょっとより寂しさがあるんだけど、でもショールームとかね来てくださったの嬉しいし、また直接1対1で大阪のリリーベ来てくれるって言ってくださってた気がするから、その時にこのあんまり喋れなくて空いた分の時間がなかったことにはならんけどってぐらいいっぱい話そうね。ありがとう、推しメン2人いるしね、揃ってるし、推し面揃ってるからよろしくお願いします。続きましてはアッキーセブンさん、アッキーセブンさん、大脳役さんありがとう、花束、大脳役さん、あ、大脳役さんじゃない、それアッキーセブンさん、大脳役さんはギフトです。あ、いらっしゃった、嬉しい、ありがとうございます。はじめまして、チェキアッキーセブン書いたことあるっけ、初席だと思う、だよね、だってアッキーセブン書いたことない気がする、キーセブンさんありがとう、初チェキ、アッキーセブンさんありがとう、もっとソラハのことを知って好きになって、そして会いたい、会ったことありますっけ、直接。またねファーストアルバムこれから始まって会える機会がいっぱい増えていくと思うので、あ、リリーベ今度2回目大阪広島かな、また待ってる、アッキーセブンだよって待ってます、嬉しい、もっといっぱいより思い出が作れると嬉しいなって思います、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ちょっと待ってね、ちょっとお顔がテカテカしてきたのでちょっとパウダーで抑えさせてください、チュ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 、テカリ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 、よし、続きましてはアスパラさん、3枚3枚ありがとう、3枚やないの、確か浴衣でしょ、まず浴衣、ノースリーブ、ノースリーブ横あるかな、ノースリーブ、これええんじゃない、お山さん座り、あ、でも待って、お団子になってる、お団子、お団子になる、あ、
横顔好きって言ってくれてたよね。大人のやつどうしようかな、どうしようかな。あ、ひょっこりしてるのにしよう。ソラハの横顔めっちゃ好き。一個横顔入れちゃいます。横顔入れちゃおう。アスパラ。じゃあ、アスパラさん。アスパラくん。くん。くんにした。アスパラさん、食べ物と写真撮ることが多いから、あ、メッセージね。食べ物と一緒にするときのメッセージ、ここに呼び捨てのやつに書く。しようかな。もうね、本当にね、アスパラさんの愛がもうすごくて、もうめっちゃ感じるの。めっちゃ感じるから、アスパラさんからの私への気持ちの一枚作った。だから私からの一枚も作ろう。横顔、でも一つだけ言いたいことがある。あわあわするかもしれないけど、言ってもいいかい。ダメって言われても言うんですが、一つあわあわすることがあると思います。じゃあ席を紹介しながら、こちらノースリーブは横顔ですね。横顔をずっと支えてくれてありがとう。これが私からアスパラさんへの気持ち。そして大人っぽいコーデの日ですね。これがご飯と一緒に撮ってほしいやつです。アスパラ美味しそうすぎる。一口食べたーい。なんかシンプルすぎるな。赤色、やっぱ赤と緑でペンライト。一口食べたい。で浴衣ですね。アスパラさん世界で一番大好き。もうアスパラさんがもう空ハイの気持ちっていう感じの、すごいもう世界で一番好きだよっていうのが伝わるので書きました。3枚ありがとう。そしてこの前ね、あの東京のアニメイトさんの方でサイン会があったので、そちらの、まあ、私インスタストーリーに投げたんですよ、あの東京グルメを。なんですけども、その日にまあ、元推しメンが多分インスタグラムやってるじゃないですか。持って元推しと元推しが一緒に多分会ってて、でそこのカフェに行ってましたよね。あれ、なんかこの空通信、私が紹介したカフェじゃないけどめっちゃ見覚えあると思って、その元推しさんのインスタグラムを見たら、あ、やっぱり見たことあったってなって、なんか元推しと元推しの聖地巡礼に行ってましたよね。見てますよ私。やっぱまだね、元推しのことが頭の中にあるんですよね。見てますよ私。お餅ですよね。お餅とピーですよね。あれ
私もインスタストーリーで紹介したんだけどな、東京のグルメ。しかも池袋のアニメイトさんだったので、池袋の周辺のやつ紹介したのにあれれって感じで、あれれって感じなんですけれども、まあでもいっぱいね、そらはのことを好きでいてくれてるのでセーフなのか。アンナちゃん会えれた、ありがとう。近くで飲んでたから、あ、そんな言い訳するんだ。バスちゃんレインボースターありがとう。やばいですよ、もう多分、いやでも大丈夫ですよ、落ち着いてください。続きまして続きまして、キューピーさん、お仕事中って言ってたよね。3枚ありがとう、キノピーさん、キノピーさん、3枚もありがとう。浴衣、大人、大人、ノースリーブ、ノースリーブ、どうしようかな、これにしよう、頑張れ、ありがとう。お、言ってくれてるハエルさん、ありがとう、ハート。ひらがなキノピーですね、了解いたしました。キノピー呼びして、キノピーさん付け、さん、キノピーくん、くん付けで3枚いきます。キノピーさん結婚して、ちょっと今日いい女感が溢れてるんですけど、ごめんなさい、ごめんなさい、あのまだアイドルしたいですまだアイドルしたいのでね、あれなんですけれども、3枚もありがとう。ちょっと下手くそすぎたから書き直したい、全てのバランスが下手くそすぎたからちょっと書き直させてください。もうなんかもう顔にかかってた言葉、ごめんね。ちょっと待って、今日のファちゃんいい女、嬉しい、今日は大人コーデなのでね。キノピーか、なんて感じだっけ、はい、オッケー、はい、こっち、OL 感がありますね。待って、大学院生でしたっけ、合ってますよね圧で圧で、大学院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 、頑張ってね、大学院、あ、はいはいはい、はい、
合ってる、ありがとう、ごめんね、ちょっと待って。マジで本当にお仕事にさ、大学院でさ、もう両立っていうのは本当に難しいと思うけど、でもキノピーさんならできてるっていうか天才。でもその分ね忙しいし、ソラハに会えないっていうか、もうソラハが会えなくて悲しいんやけど、会えなくて悲しいけど、でも頑張ってると思うとソラも頑張れる。ありがとう。やばい、8時やないの8時やないのじゃないですか。まずノースリーブ、ノースリーブじゃない、キノピーさん、これさん付けですね。お仕事に大学院、応援してる、ガッツポーズ。そして大人コーデ、こちらが呼び捨てですね。一緒にいようね、ずっと一緒にね、会えない機会がすごい続いてて寂しいけど、心はずっと一緒。そして浴衣、これはキノピーくん、ほんまに大好きやで、ガチで横顔です、浴衣の横顔です、ありがとう。ありがとう、ドドーンバーン、ありがとう、こちらこそありがとう、本当に。またね、時間がある時とかに近況報告とか待ってる。空通信の返信やっぱ減ってない、悲しいけど待ってるね、ありがとう。続きましては、錬金術師さん、やばい、私の今のこのマウスピース滑舌だともう錬金術師がもう術がもうやばいんですけど、錬金術師さん、錬金術師さんいますか。で、うん、うん、術し、錬金術師さん、私会ったことあるんかな。そう、はい、そう、ショールームとかでは来てくださってるイメージがあるんやけど、僕 鋼の錬金術師はもうアニメ、あの錬金術師ですって言われたことがなんかあるようなないような、でもないようなって感じなんですけれども、アンナちゃん結婚してありがとう。お会いしたことありますか。お会いしたことがある、あったらもう本当にもうシナノソラハ最悪って感じなんですけど、どうですか、ありますか、会ったこと。さあ、シナノソラハの記憶はいかに。会ったことあるのかな。会ったことあったら本当にごめんなさい、すいません、謝っとこ先に。あ、コメントしないってことは会ったことあるのかな。錬金術師さんありがとう。あるかも、いや、あるかも、優しいから多分かもってつけてくださった、あるんだよね、ありがとう。また待ってる、もう絶対に次ではもう確実に 100% 覚える。錬金術師さん、次いつ会いますか、会いたい、ありがとう。次ファーストアルバムの期間会えるかな、会いたい、空は会いたい。でも今のこの会ったことあるかな、会えなかったとかなんか言ってる時で、もうなんか、あ、やだ、僕のことを忘れてたんだって悲しくなって、会いに行かないでおこうってなるかもしれないけど、待ってる。まさやさん、だるま、ありがとう。続きまして、くにさん、くにさん、くにさんいらっしゃいますか。ちょっと近めにしよう。
クリさん、オレンジにしよう。クリさんやっぱりオレンジ。はぁ、あ、いたー、ファーストアイル錬金術師ですって言ってください。ごめんね、ありがとう、待ってる。はいって打とうとしたんだよね、ため息じゃないよねこれ。はぁ、あ、ってはいって打とうとして多分はぁになったんだよね。あ、仕事中なのか、それはため息かもしれん。お仕事頑張ってください。もうね、もっと書きたいことがねあったんだけどさ、ちょっと私の顔があまりにもドアップすぎてあれだったので、ちょっと言葉が少なめなんですけど、優しくて素敵なクニさん大好き。え、ほんまに優しい、優しすぎる。岡山来てくれるかな、7周年ツアーラストファイナル待ってる、待ってるよ。やっぱなんか煉獄さんのイメージあるので、オレンジと赤、まあ赤と緑で煉獄さんカラーにしてみた。ありがとう。お、岡山行くよ、待ってる。この後もお仕事頑張ってね。お仕事中にイヤホンで聞きながら待ってくれてありがとう。ごめんね、お待たせしました。ありがとう。アリンコさんチュ、ありがとう。続きましてはライザンさん、ライザンさん、こちらこそ。ライザンさん、やっぱライザンさんといえばこのカラーですね。1対1でそんなに話したことはない気がするけど、なんか分からん、私も同じ方の配信を見とったから、こうルームのコメントとかで勝手に会った気になってるかもしれん。いらっしゃないかな。よし、もうめっちゃ、もうめっちゃ、もうそのカラー、そのカラーしか使わないぐらい、そのカラーで。最後に話したのはちょっとうるうるなってたけどさ、次うるうるなってたのが最後で会えてないので、ちょっと話したいです。ライザンさん、ピンクと紫、おみちさん、おみちゅー、もうショートになったみちさん、まだ、あ、まだじゃない、私は会えたけどまだ会えてないかな。ライザンさん舞台行くかな。高橋さんチュ、ありがとう。アンナちゃん会えれた、ありがとう。私もミツさんの舞台見に行きたいからね、スケジュールが合えば絶対に行くぞ。ありがとう、ライザンさん、またお話ししようね。 STU のもたまに来てください。成長した姿をお見せできるよう頑張る。続きましてはザキヤマさん、ザキヤマさん、ザキヤマさん、あ、ザキヤマさん書いてくださってたよね。そういえば、はい、今週のダジャレらしいです。考えました。考えました、吉野の空は渾身のダジャレ。ごめんけどネット見たけどね、ごめんけどネット見たけど、ごめん、もうめっちゃネット見たけど、でもちゃんとダジャレって書いてくださったから、もう私はダジャレを絶対に書くぞ。ここで
ここで逃げたら絶対にダメな気がすると思って、逃げずにダジャレを書いた。はい、ザキヤマさんアイスをアイス、ザキヤマさんもアイス、はい、この一言を書くことによってなんか可愛いじゃないですか。なんかダジャレだけで終わったら嫌なんですけど、ザキヤマさんをアイス、ありがとう。ザキヤマさん結婚せ、嫌です。私は苦手なこういうダジャレとかを要求してきたのでごめんなさい。アイスをアイス、ザキヤマさんもアイス、ありがとう。続きましてはララバイさん、ララバイさん、ララバイさんも書いてくださったね。あ、ララバイさん、ララバイさんは気持ちのこもった愛重めのコメントということで、重めのコメント書かせてもらいます。はい、はい、重めのコメントはびっくりマークとかをつけないんですけれども、今回もつけておりません。重めのコメントなので、重めのコメントでって言われて何書こうかなって思って考えていました。めっちゃお待たせしちゃったよね、ごめんね。初めからねずっといてくれててありがとう。よし、ララバイさん、ずっと一途に思ってくれてありがとう。これから先もずっと私だけを思っててね。私だけですからね、他の子プラスとかダメです、私だけなので。よろしくお願いします、私だけだからね。いつの間にか他の子も増えてたみたいなことならないでね、泣いちゃうからそらってなっちゃうから、よろしくお願いします。でもこの前もね会えて嬉しかったし、最近よ、会えとる気がする、めちゃくちゃありがとう。でも結構もう頑張ってるよ、そらはなりには。続きまして、あ、としひろさん、としひろさんありがとう。としひろさん、自分に伝えたいこと、わかりました。としひろさん、としひろさんもあのカラーにしよう。やっぱり伝えたいことでいいんですね、書きますからね。はい、としひろさんとはもう結構長いんですよ。まあ、推しメンがね、私の推しメンが、あ、としひろさんの推しメンと私の推しメンが一緒っていうことで、もうすごいすごい長い間ね、結構なんて言うんですか、こう公園とかでお見かけしたりとかしてるんですけどもね。あ、なんでアルバムのファンスケ参加する、嬉しい、ありがとう、待ってる。ということで、自分に伝えたいことをということで、じゃん、推しメンに昇格。もうね、6年7年ぐらいの仲なんですけど、まだ結構話したりとか公演とかで、ね、お見かけとかしてるのに、まだ推しメンのところに段に名前がないんですよ。ん、これはで自分に伝えたいことということで、推しメンに昇格待ってます。これは昇格したいとかじゃなくて、もう昇格びっくり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 って書いてるので、もう昇格ってことです。おしめに昇格、おつありがとう。
みつさんのペンライトカラーのピンクと紫、そして私のペンライトカラーの赤と緑を入れました。よろしくお願いします。怖いね、死ぬのそらはちゃん。続きましてはたけるさん、3枚もありがとう。浴衣にしちゃいましょうかね。浴衣横チェキ。どうしようかな。縦入れたいね。ここにしよう。たけるさんありがとう。もしかしたらお仕事かもしれない、お仕事かもみたいな言ってたからコメントがあれかもだけど、3枚ってことで、たけるで、たけるさん、たけるさん、やばい、お腹が鳴る。たけるさん、たけるくん、ん？たけるくん。なんだったっけね。あ、はい、わかりました。書いてほしいことがあったので、なんだったっけ？会いに来てっていうやつですね。かゆい。会いに来てっていうやつなので、書きまーす。びっくりマーク、大量のびっくりマーク書いとこう。あ、お仕事お疲れ。そっか、もう8時。そうだよね、もうどんどんお仕事終わる時間だよね。やばいやん。もうみんながどんどんと終わっていく。あとなんだったっけ。はい、どうしよう、どこに書こう。ペンがもうわからんくなる。野球が好きな方なんよね多分。野球、だから野球の時に持っていけそうなやつ書いとこ。こんばんは、こんばんはです。野球ボール書こう。ウィーン、野球ボール間違えてたらごめん。バットも書いとこかな。バットもすごいね、空白がすごいあるからね、書く用の。はい、で1枚はシークレットにしてほしいらしいので、1枚はシークレットにします。なので1枚は浴衣、これちょっとシークレットします。なんか届いてからのお楽しみにしたいそうなので、この方は1枚シークレット、これをプレゼントしますと、あともう、2枚がノースリーブは早く会いに来て、ノースリーブ。そして大人コーデの方が野球観戦最高と、
もう一個が届いてからのお楽しみにタルチキ浴衣です。ありがとう。お仕事頑張ってください。嬉しい。すごいソラハのことを一途で好きでいてくれてます。もともとは違う方を好きでいてくださっ好きだったんですけど、今はソラのことを好きでいてくださっている方です。ありがとう。お仕事頑張ってね。体調回復するといいな。早く続きましては、チロさん、チロさん、チロさんはやっぱり緑やな。チロさんはやっぱり緑。チロ、初チェキよね。チロさん、ソラハシか。本当ですか。チロさん他のルームで呼ばれてないですか。名前大丈夫ですか。絶対呼ばれてますよね。ソラハシカっていうのは確実に嘘ですよね。ソラハシカって書いときますね。大きく太も太い方で書いとこう。言ってくれたからね。ソラハシカカッコバツチロさん、サラハシカーアツです。緑と赤、まあ、これは私のペンライトカラーですね。緑、うん、緑ペンライトカラーですね。私のペンライトカラーの2色なので。ありがとう。こうチュッてしてるけど結婚はできないので、結婚してありがとうありがとうございます。続きましては、きみどりちゃん、きみどりちゃん、きみどりちゃんいますか。きみどりちゃんなんだけど緑で書こうかな名前。いや水、いやせん、きみどりがないので緑で書きます。よかった。今回はちゃんとニックネームニックネーム登録されててよかった。ニックネーム登録してなかった気がするんだけど、してるんですよ。え、きみどりちゃんって2個いる。いや、いないよ。いや絶対にこれきみどりちゃん多分してるんだよ、ニックネーム登録。大丈夫です。お友達ちゃんと一緒に来てくれてありがとう。またお友達ちゃんと待ってますね。そして可愛かった、うちは一緒に持ってくれててありがとう。きみどりちゃん毎日頑張ってて天才、偉いです、大好きです、可愛いです、ラブ。これからもいっぱいソラハのこと好きでいてください。他の子に目移りしないでください。イラストも天才的です。ありがとう。今年もなのかな、ワクワクドキドキ YTV って感じで。続きましては、松山のひろくん3枚、ありがとう。3枚もありがとうございます。横顔チェキにしちゃおう。横顔チェキと、あ、横チェキもしたいな。あ、どうしよう、横チェキできない、これか。願っとこう。いるかな。え、生誕祭一緒に来たいって言ってた。待ってます、ぜひぜひお待ちしてます。松山のひろくんいないかな。
松山のひろくんはどうしよう、全部松山のひろくんでいいかな。ね、ひろくん、くんってついてるからさ、松山のひろくん。会えてないけど元気かな。バタバタしててあまりコメントが読めてなくてすいませんね。初訪問の方とかさ、それこそね、今ただいまねオンラインサイン会中というのをね実施しておりまして、こう今日はちょっとつむじを見せる日なんです、ごめんなさい。よし、横顔、あ、横顔横顔のチェキほんまにレアなので、当たった方はこれは大喜びしてください大喜びしてください。チェッ、中かな、ありがとう松山のひろくん。ノースリーブの方はずっと好きでいてくれますように、これ願ってるチェキなのでちょっと願いを書いてみました。そして、大人コーデの日が、あ、大人コーデのやつが空葉最高、ライブにね来る時とか持ってきてください。で終わった後こうやって会場と写真撮って空葉最高ってつぶやいてください。そして浴衣は横顔です、レアです、横顔チェキありがとう。いろんなところで使ってください。お仕事とか大変だと思うんですけど、またねいつでも来てください。どこで次会えるかな。続きましては、これは本日初登場です。お名前、多分ニックネーム登録をしていないです。岸本さん、もう本名だと思うんですよ、この方は。多分ニックネーム登録忘れてて本名だと思うんですけど、岸本さん、あ、やばい、登録してなかった。あ、私、僕私、岸本って方いますか。アンナちゃん、ありがとう。岸本さん、いらっしゃいますか。こんばんは。岸本さんいるかな、いらっしゃらんかな。何色で描こう、岸本さん、ピンクで描こう。本日初ですよ。うわー、誰なんだろう、知ってる方なのかな。ボンタさん、チュ、ありがとう。え、出てこないかな。お、岸本さんいらっしゃらんかな。悔しい、誰なんだろう。なんて書いたらいいなんて書いたらいいんだろう。ありがとう、でも嬉しいよ。ちょっとコメント書いときますね。岸本さん、ありがとう。これちょっとね、お名前見てもわかんないんですけれども、申し込んでくださってありがとう。あのコメントがわからなかったので、珍しいレアのウィンクにしました。ありがとう、ありがとうございます。お家に届いてから多分びっくりするだろうね、にゃーってありがとう。続きましては、サクさん、いらっしゃいますか。サクさん、
サクさんいらっしゃる。錬金術師さんハートありがとう。サクさん、あー、インクが出なかった。はい、ありがとう。サクさんありがとうございます。よし、この前船降りの時さ、ペンライト変えてくださってたの見たよ。嬉しかった。よく見てたな。もちろんだってサクさん、そらは秒でサクさんのこと気づいたけど、他のメンバーのペンライト振っとったからより分かった。より、あ、今変えてくれたと思って嬉しかったよ。でもサクさんありがとう。そらはのことも見てくれてありがとう。もっと話したい、思い出作ろうね。浴衣チェキです、ありがとう。3番目ぐらいかな、そらはは。でも嬉しい、好きになってくれてありがとう。続きましては伊藤さん。うわ、でどこれも違うやん。ニックネーム登録し忘れた伊藤さんです。これは伊藤さんいらっしゃいますか。いらっしゃらなかったらどうしようかな。これにしよう。 OK、 また行きます。待ってます。伊藤さん、伊藤さんは何色にしようかな。どれにしよう。伊藤さん、伊藤さん、伊藤さん、父さん、伊藤さん、分からん。ゆうなぎさんありがとう。ラブレター、タコみたいやからタコ書いとこ。タコ、どんな方だったんだろう。はっ、びっくりした。これはあれです、シナノソラハ、急げっていうアラームですね。急ぎます。よし、伊藤さんいなかった。そうだよね、いないよね、いないよね。タコーって書いとこうかな。タコーって、タコさん、タコさん、タコさ、ちょっとブザイクになっちゃった。伊藤さん、タコさん、なんかは足8本あるじゃないですか、タコって。だから8本描こうとしたら頭からもう足生えてるみたいになっちゃった。ありがとう。マジでタコが怖いことになってる。続きましてはジャストミートさん。ジャストミートさん、アンナちゃんかわいい、ありがとう。ジャストミートさんいらっしゃるかな。ありがとうございます。いつも、あ、いてくれてる、ありがとう。嬉しい。まさかまさか、スラハのさ、その席をさ申し込んでくださってるって思わなかったからさ、お名前見た時びっくりしたもん。ありがとう。これからは STU はスラハ推しでよろしくお願いします。他のメンバーも言っとるんかな。でもペンライトずっと緑振ってくれてますよね。ツアーとか公演とか見てますよ。なので元元っていうか推しメン様のカラーと私のカラーの赤と緑とピンクと紫入れました。もっと好きになって。ファーストアルバムってことで1の ものを持ってます。ありがとう。
週末の岡山公演にこっそり出現する。お、嬉しい、出現してくれるの、楽しみにしています。ありがとう、赤緑のペンライトでよろしくお願いします。続きましては、もちはださん、ありがとう。もちはださん、ありがとうございます。たったかたもちもち、あ、これもちもちしてそう、もちもちしてそうなので、もちもち何色にしよう、キングにしよう、もちはださん、まさか申し込んでくださってると思わんかった、嬉しすぎる。もちはださん、ありがとう。うわ待って、漢字がわからん。あ、わかった、あ、漢字がわからん、やっぱ難しい漢字って書かない方がいいよね。はい、お茶田さんいらっしゃらないかな、お仕事かな、お仕事かもしれない、お仕事かもしれないということで、じゃん、もちはださん、浴衣チキです。優しくて寄り添ってくれるもちはださん、ビッグラブ。あ、徳島のオリーブレモン、あ、徳島であるか分かりませんよ、ありがとう。もちはださん、もちもちしてそうなポーズにしました、ありがとう。これからもずっとソラハのことを見てください。私が卒業するまでずっと応援しててね応援しててね、よろしくだよ。続きましては、なーこさん、なーこさん、なーこさん、最近ギリグレでないけど返信はさ、してくれてるけど他のメンバーに言ってませんか？なんかちょっと最近あら見てないんですけど大丈夫ですか？いや返信は見てる、返信はねしてくださるからないけど、あれちょっと怪しいので圧をかけます。ソラハだけだよね、ハテナハテナハテナ、ソラハしか勝たんですよね、ソラハしか勝たんですよね、ありがとう。ダメだよ、山口で応援して、あ、そうだよね、お仕事中かも、お仕事頑張れ頑張れ頑張れ、ヘタレたちよ頑張れ。アンナちゃんありがとう、あ、入れた。続きましてはメタボさん、メタボさんまだいらっしゃるかな、ずっと初めの方に来てくださってたけど今もいてくださる、メタボさん、あ、ありがとう。名前呼んでください。別なわけで。嬉しい。ちゃんと分かっててくれて嬉しい。ありがとう。お名前呼んでたよ。見つけたもんだって。ちょっとさ、このアバターのさ、あの、うさぎちゃん描こうと思ったけど、無理だった。なんかめっちゃ変なウサギちゃんになっちゃった。
気持ちはでもめっちゃ本気で書いた。黒昨日まで香港出張だったの？すごい。お疲れ様です。タボさん。メタボさん、初席ありがとう。ソラパセ尊い。ソラパセ、これからもよろしくお願いします。パセに怒られないようにね、こそっと。まあ、堂々とでもいいけどね。堂々と、もうソラハウスになっちゃったとか、そんな言ったら怒られると思うけど。ありがとうメタボさん。マカワリ朝市で一番ツーショット行く。お、待ってます。始業式も来てくれるかな、待ってるよ。ありがとう。続きましてはサダオさん。サダオボさん、サダオさん、え、私佐藤さんにチェキ書くの、チェキっていうかさ、サイン書くの初めてかも。え、そんなこともない。佐藤ウォウォって書いたの初めてな気がする。そんなことない。2回目か2回目か。ちょっとさっき悲しいことを聞いたんですけど、言っていいですか、佐田尾さんに関して。ちょっと悲しいことが聞いた。まあ、ソラハが悲しいってだけだからあれなんだけど、言っていいですか。なんだかんだやっぱり〇〇ちゃんが一番なんだよねって他の子に言ったんですよね。ねえねえねえ、あんなにさ、いっぱいお話ししてさ、一番来てるって言ってくれたのにさ、嘘だったの。ねえ、嘘だったんですか、私じゃなかったんですか。修羅場ですよこれぞ。これはドラマでいきますけども、ドラマでいきますけども、どえらいもんに放り投げてきた。もう、いや、でもそれはまた1対1でお話できるのを信じてる。1対1でお話しして、あの、そらはだよって、そらはだよって言ってもらう。ちゃんと思ってるやつを言ってもらう。思ってないやつじゃない、あの、言わされてる系じゃなくて。シナのソラハは愛が重いんだぞ。サイン会行ってたじゃないらしい、え、行ってたらしいじゃないですか、アニメイト。悲しい、あんなに好きみたいな言ってくれてたのに。言ってはないけど。佐藤さんありがとう。ほら見て、ソラハが一番、ずっとずっと好きでいてねって。もう赤と緑と、あの、アバターのオレンジで描きました。好きでいてね。ダメだよ、ダメだよ、ダメだからね。ソラハちゃんが一番だよ。あ、やばい、これはまたです。本日ラスト3人中の3人目です。服部さん、これはもしかして服部平次ですか。私の推しの服部平次だったらもうびっくりしちゃうんですけど、服部さん、服部さんいますか。服部で取りでいました。いや、今日苗字の方誰一人いなかったんですけど、いました。嬉しい。トリーさん、なんでですか、チェキチェキ
ごめん。いいよ、勝った。服部平次って書いとく。嘘です、嘘です。幕張で初お話、お嬉しい。トリーですって言ってください。服部ですって、服部ですって言ってね。岡山行きにくい、大丈夫、好きになってもらえるようにいっぱい練習するから。まいちゃんのファンの方なんかな、アバター的に。アバター的に入室失敗、失敗してないよ、コメントできてるから成功してます。服部さん早くお話ししたい、会いたい、楽しみすぎる、ありがとう、ありがとうございます。初席、初幕張り待ってます。初幕張り、初お話し会お待ちしてます、ありがとう。続きましてはナポスケさん、お3枚、ナポスケさん3枚、ありがとう、浴衣、3枚ありがとうございます。いらっしゃるかな、ナポスケさん、ナポスケ、ナポスケさん、ナポスケいるよ、ありがとう、お待たせしました、ナポスケ。あっ、えいしょ、ナポスケくん、よくお出かけしてるイメージがあるので、お出かけの時に使えそうな、あおチェキをちょっと書きますね。1枚、3枚も申し込んでくださっているからね。1枚が、やばい、スタッフさんおらんくなっちゃった、ちょっと席外して、席外しちゃったからなんか寂しくなっちゃった。3枚目、名前書いてる、はい、圧、圧、圧のチェキを、私の圧のチェキの印はびっくりマークとかじゃなくて、あのこうなんていうんですか、
丸くどく点じゃなくてこう駆動点ないといけなんですよね。なのであの届いてびっくりマークとかじゃなくてあの丸だった方は圧だと思ってください。こんばんは。すごい時間かかってしまってごめんなさい。絶対さ他のメンバーさんの方がさ枚数多いのにさシナの空がさアホみたいにかかっておる。やばいやばい。もう本当にがあったのでイラスト描いてみました。はい、ノースリーブチキがナポスケさんソラハとお出かけ中。いっぱいいっぱいいろんなとこに連れて行ってください。そして、大人コーデがナポスケさん呼び捨てソラハの方が絶対に大好きだよ丸丸ですね。これはで、そして浴衣が盾ですね。出会えて本当によかった永遠によろしくだよ。ありがとう三枚も。Thank you。変顔しちゃった。絶対今のスクショしたでしょ。続きましてはシーサイドさん。シーサイド丸って書かないんや。シーサイドさん。ありがとう。みんな丁寧に書い。丁寧もうやばいだってもう。いや本当にやばいですからねもう。もう大変だ。財布と胸、ね、ポケットと心臓で使い道決まってってやばすぎ。確かにねもうでも心臓に入れながらねやってね。よしシーサイドさんいるかな。もしかしたらさ推しがさ配信しとって見れてないかも。そんなこともない。あいる。名前は時々なのでお任せします。あそうなんだ。でもシーサイドにしよう。ボン。初めて、初めて書く？え、そんなことない。シーサイドって初めて書くかも。シーサイド。シーサイドさん、ありがとう。シーサイドさん初めて申し込みました。嬉しい。でもゲームのイベントめっちゃ一緒にしてくださってましたよね。ありがとう。よし、ありがとう。初めて申し込んでくれて。でもねツアーの時とかさそれこそいっぱいペンライト振ってくれてたりしてるの私ちゃんと見てるよ。ありがとう。シーサイドさんありがとう。もっと思い出作りたい知りたい会いたい。また待ってるね。次いつ会えるかな。いつもすぐ見つけちゃう絶対推しメン様よりも先に見つけてる自信がある。ありがとう。これからも何卒よろしくお願いします。ありがとう。鼻かゆ。続きましてはかずきさんかな。かずきさん、かずきさんありがとう。いるかな。土日どちらかには。あ、待ってます。かずきさんいるかな、いるかな、いるかな。汚れちゃった。アンナちゃんハートありがとう。1に輝くって書いてるカズキさんです。いらっしゃらんかな。お仕事とかかな。日の光さんハートありがとう。
ばんは。いらっしゃらなさそう。かなちみ頑張ってね、お仕事。かずきさんありがとう、コメントでも教えてくれて。あんなちゃん会いれた、ありがとう。かずきさんありがとう、いつもありがとうです。直接お会いしたい、いつだよ、待ってるね。こっちの顔、こっち側だ。ありがとう、嬉しい。あ、皆さんついに最後の方です。かぎしめの方です。さあ、お名前呼ばれてないそこのあなたですよ。鍵締めはおみかんさん、ありがとう。最後の最後に申し込んだって、あの返信で書いてくださっていて、めっちゃ嬉しかった。おみかんさん、いらっしゃるかな。もしかしたら推しの配信に行っとるかもしれん。推しの配信しとるんかな。おみかんさん、私推しじゃない方なんですよ本推しが違う方なんですけど、いない、いらっしゃらんかも。でもありがとう、申し込んでくださってて。見れないかもみたいなね、書いてらっしゃってたからあれなんですけれども。あんなちゃん会いれた、ありがとう。ということで、鍵締めおみかんさん、もっとそらはのことも見てほしいな。思い出作ろう、待ってる。おみか、おみか、ありがとう。ちゃんのこともよろしくお願いします。ちなみにみかん好き、おみかんさんも好きありがとう。なんか可愛くないですか、お名前シールみたいで。ありがとう。ということで、ということで以上となります。皆さん本当にありがとうございました。約3時間、絶対にかかりすぎてる。本当におかしいです。おかしすぎます。いや、もう途中で言わなかったんですけど、こうやって下札にこうチラッと言った時にそうされてて、スタッフさんがこうやってやってて、やばいやばい、分かってますって思いながら急ぎました。いや、本当にかかりすぎているんですけれども、いやでもめちゃくちゃ思いを込めて一枚一枚書きましたので、あの届くの楽しみに待っていてください、ね、スタッフさんにじゃチェキをプレゼントしたいと思いますいや、こちらこそ本当皆さん見てくださってありがとうございました。最後の最後まで本当にね、あのずっと最初からね言ってくださってた方とかもね、もう多分最後に呼ばれた方とかもいると思うんですけど、本当に約3時間2時間50分本当にありがとうございました。今日は、お家に帰ってからは夜配信ないかなって思います。今日は本当に長時間ありがとうございました。あのコメントとか本当に読めなかったんですけど、あまり毎日配信してますので、もしこのチェキ会を見てね気になってくださった方とかがいましたら、ぜひこの辺にあるハートをね
ピンクにしてルームフォローしてくださると嬉しいです。ありがとう。それでは壇上読みます。13位キノピーさん、12位ザキヤマさん、11位ツリキチさん、10位アリンコさん、9位キズナさん、8位リュウちゃん、7位ユウヤさん、6位メタボさん、5位カイトさん、4位ヒロさん、3位ヘルムビーゲさん、2位パスちゃん、そして1位はアンナちゃん。ありがとう。アンナちゃんラブレター、ひとつ団子さんちゅ、ありがとう。やっぱりこうなんか普段っていうか、自分はこうイラストとかデザインするのがめっちゃ得意っていうわけではないので、なんだろう、こう皆さん一人一人にこうメッセージを書きたいなと思って、こうデザインはなくて本当にシンプルにはなってしまうんですけど、皆さん一人一人の方に結構長めのメッセージとかを書かせていただいたり、お話しさせていただいたりとかしたので、あの、まあ、人それぞれのねチェキの魅力ってあると思うんですけど、私のチェキの魅力はこう一人一人の方に結構長めのメッセージを書くっていうのかなと思うので、もし届いたりとか、それこそ今日のね配信の感想とか、あのハッシュタグしなのそらはとか、そら通信をつけてつぶやいてくださると嬉しいです。見ます。本当に皆さんありがとうございました。もうねで本当にいつも申し込んでくださってる方もそうなんですけど、ね、あの初めて申し込んだよって方とかもいらっしゃって、すごく嬉しかったです、ね、お家に届くのは発売日とかかなと思うので待っていてください。皆さん、アイレターありがとう。また皆さんお会いしましょう。以上、髪の毛を切ったシナのソラハでした。見て、初めてレイヤーってやつを入れたんですよ。だからここなんか短いんですよ。ほら見てください。やばい、おしゃれな髪型にしてしもった。ということで、あの、楽しみにしててください。生で見て、ちょっと今週末の7周年ツアーでお会いしましょう。また配信は明日ですね。明日夜、いや待ってよ、ちょっと待ってください。明日の予定が来ていた。ですね、あ、ちょっと待ってください。あ、待ってね、明日は、お昼かもしれないです。夜がちょっと遅めの時間帯になるので、だから夜かもしれない。いやー、夜、いやー、わかんない。でも、お昼にできるといいなって感じです。では配信を終了します。皆さん本当にありがとうございました。見に来てくださって、また会いましょう。バイバイ、ありがとうございました。今日は夜配信ないです、すいません。バイバイ、ありがとう。じゃあねー。